まず診断と治療を同時に行えますので、えー、施術時間が大幅に短縮できるということとそれと、えー、もうあの感じることでどん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 検査も治療も行っていきますので、えー、考えることで、えー、生じるストレスから解放されます。また、あのー 日々進化していきますので治療をすることに全く飽きることがないというのも特徴の一つですそれはとても簡単でまず考えるということをやめるということで感じることをすることで劇的に検査も治療も進化していくと思います。 私は見えるタイプではなくて感じるタイプです。で、本当に至って能力も普通というか特別な能力が一つもありません。で、ただ感じるということは誰でもできるので、その感じるっていうモードに入ると誰でも空間にあの患者さんのその悪いところがこう投影されるっていうのはもうわかると思います。 一言で言いますとあらゆる治療家の仕事を楽にさせるテクニックが無形療法の特徴だと思います、はいえー、最初の頃はやっぱり運動器系疾患ですね膝や腰の痛みっていう方が多かったんですけどもうどんどんこの内科的疾患の人が増えてきまして、えー、まあ消化器系の病ですね とかまああのいわゆる内科にかかられるような方が増えてきました。でここ最近はもうあの精神的疾患ですねうつとか統合、えー、失調とかそういう方が増えてきました、えー。運動器系疾患を得意とされている先生で、えー、あともうちょっとっていうところでなかなかその痛みがあ取り切れないっていう先生方にとっては。 まず内科的なアプローチ内科的疾患を見つけてそこを改善させていくことで運動系疾患も劇的に変わることが多いですしそして内科的疾患とか精神的疾患を得意とされる先生方にとってもとても仕事のストレスとか重荷から解放されるテクニックだと思いますのでそちらの先生方にもおすすめします。